14番の方。おっと、これは、はい、どうもありがとうございました。これは、何の仮装でしょうか。I'm Michael Jackson。 マイケル・ジャクソンの方、よみがえりましたよ。生き返りましたよ、マイケル・ジャクソン。あれですね、しばらく見ないうちに結構あれですね、太りました、マイケル・ジャクソン。いえ、yeah. I like donuts very much。 あー、ドーナツが大事だと。あら、で、だいぶこれ、爆笑の方でよろしいですね、一応ね。爆笑の方で。イエス、イエスってもらいました、ありがとうございます。日本語で聞いてるので、英語で返してくれてるので、ね、ありがたいでございます、ね。分かってらっしゃいますね。はい、じゃあ、ポイントの方は、はい、ポイントは英語ではちょっと喋れないんで。あ、英語、あ、じゃあいいですよ、日本語で大丈夫ですよ。この、やっぱり、このはち切れそうなお腹が、ちょっと、自分で気に入ってるので。あ、なるほどね。実はね、コスプレでごまかすというかね、しっかり消えるようにするではなく、はい、たくさん食べて太ってたと。この辺の処理とかね、これゴムでね、しっかりね、はい、ゴムでしっかりズボンをね。あー、なるほど、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。すみませんよ。なるほど、ちゃんとね、爆笑の方のカテゴリーに入りましたね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、15番の方お願いいたします。はい、サリーちゃん。はい、なんかまた応援の方が、じゃあ何の仮装でしょうか。サリーちゃんです。サリーちゃんですね。サリーちゃん、魔法使いサリーのサリーちゃんで、はい、いや、もうさ、だいぶ可愛らしい方が。よかった、よかった、なんかよかった、なんかしました。ねえ、マイケル・ジャクソンの後だから余計に濁っちゃってますから、この辺が。あー、ありがたいですね、こちらも、はい、じゃあポイントの方お願いします。既製品じゃないこのワンピースですね。と言いますと、はい、元は、多分1枚の、あ、自分が作ったんじゃないんですけど、はい、ワンピースにタートルネックをつけた、うん、なるほど。じゃあ、うん、まあ、作ってもらったっていう感じですね。あ、もうしっかり手作りでサリーちゃんを表現していただいたということでございますね。なんでみんな作ってもらう人が多いのかな。自分でなんとかね、作ってきましたって言っちゃえば、まあ、作り手と、うん、まあ、その何ですか、パフォーマーと言いますかね。正直すぎるね。そういうことですね。正直に言った方がいいですからね。いや、まあ、いいってことですよ。しっかりとこのワンピースがポイントということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、さあ続きまして16番の方お願いいたします。おおおおおお、はい、さあ、これもう分かりますね。はい、何の仮装でしょうか。小泣きジジイです。ああ、これも、いや、もうリアルに再現されてますよ。DJ の鬼太郎のね、すごいですね。ポイントの方は、あ、ね、小泣きジジイなのに金っていう、これはね、金太郎じゃないですね。あ、なるほど。小泣きジジイなんですけど、小泣きジジイだけれども、ここは金ということで、金ということで、なるほど、ナンバーワンになりたいと、ナンバー金メダルが欲しいと。そういうことですよね。ララ釣り竿もしっかりと浮きとかね、ちゃんとついてますよ。ただね、本当こちらの後ろのやつも、うん、これ御座か何かですか。うん、あ、そうですね、それをほどいて、御座をほどいて、はい、しっかりとあの後ろについてるね。いや、すごいですよ、本当。傘、あれ傘なのかな、あの本物のね。まあ普通の藁でね、はい、やったりとかしますけれども、こんな感じしっかりと。小泣きジジイもしばらく見ない間に若干ね、超えられましたね。そうですね。しばらく見てないなと思ったら、ここにいました、小泣きジジイさんは。そうですよ、まるで金をつけて。はい、はい、じゃあポイントはね、金ということで、はい、ありがとうございました。